はい、皆さんこんばんは。あなたの一歩前へ、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間でございます。時刻は日曜日の19時を回りました。姿勢クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントを今からお話しさせていただこうと思います。この番組はですね、毎週素敵なゲストをお招きし、現在成功している方でも必ず様々な困難があり、ターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来ですね、お聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいてます。途中の CM 等をお聞きいただければ幸いです。なお、ご協賛も、まだお受けしておりますので、受付しておりますので、ぜひですね、皆さんよろしくお願いします。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンより、20時まで放送させていただきます。皆さんも最後までお付き合いください。この番組は、YouTube チャンネル、ホームページ、そして私の、一歩前の一歩前レディオ、まだこれね作ってないんですよ。あのね、そのうち作ります。もうちょっと待ってください。YouTube チャンネルの方でもお出しさせていただきますので、そしてあのサインマル放送も行ってますから、スマホで聞く場合はね、皆さんのラジオで楽しめるような環境にしていただいて、お聞きいただければと思っております。さて、お待たせいたしました。今日のゲストはですね、マイマイシーサー株式会社の加藤さんからご紹介いただきました、株式会社共栄環境代表取締役の下田道夫さんです。ようこそお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、道夫さんね、僕の方から軽くだけご紹介させていただこうと思いますけど、お会いさせていただいたのはですね、沖縄県の中部西倫理法人会の会長でいらっしゃり、お仕事は、一般廃棄物、産業廃棄物両方ともですかね、やってらっしゃる、はい、をやってらっしゃる創業50年の会社の社長様の、下田道夫さんでございますね。ありがとうございます、本当に今日は。で、なんかお会いさせていただいたんですけどね、倫理法人会で一番初めにね、お会いさせていただいてから、あら、こんなところで、こんなところにもみたいな、いや、またこんなつながりだっていう、はい、すごいこうご縁をいただいてる下田さんで、もう本当ね、こう素敵な、僕の大好きな、下田さんでございます。さあ、その下田さんも、いえ、数回かしかね、お会いさせていただいてないんですけど、まあ本当に僕はね、もうすっかりね、取り込まれちゃってますから。取り込まれちゃってるんで、まあ、その下田さんの過去のね、そのどんな、人生だったかというか、ターニングポイントが多分あられると思いますので、ちょっとそんなことをお聞きできればなと思っておりますけど、じゃあちょっと軽く下田さんの自己紹介の方をしていただければありがたいなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。皆様こんにちは。あの、背景が変なズームですみません、私こういうこと気が利かなくて申し訳ありません。あの、株式会社共栄環境代表してます下田と申します。年齢は今年58歳になります。はい、倫理法人会の会長で、かなこちゃんとご縁をいただき、伊達さんともつながって今日この場で参加させていただいてます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、いや、でも倫理法人会だけじゃなくて、他にも同友会とかロータリーもやってらっしゃるんじゃなかったでしたっけ。やってますね。会長やってるのはロータリークラブと、あとなかなかあのメジャーじゃないんですけど、沖縄、あ、モラロジー、あ、道徳教育財団モラロジー事務所というのがありましてですね、モラロジー事務所、そこの沖縄の代表世話にもやってます。はい、あ、じゃあちょっと本当に三足のわらじを、はい、はい、いや、三足どころじゃないですよ、会社もやってらっしゃいますしね。はい、そうですね。ちょっとまず一旦そこからお聞きしようと思うんですけど、なんでそんなにいろいろな会長をやってらっしゃるんですか。結構でも大変です、はい、お仕事もそうですし、いろんなことを、ね、うん、準備したり担いがあったりとかってすると思いますけど、なんでそんなにいろんな会の会長さんやってらっしゃるんですか。そうですね、まあ、経営者、父親が亡くなって経営者になってもう20年目になるんですけど、うん、最初何もわからないところから経済団体に入って、うんうん、社長って何するところっていうのは本当経済団体に教えてもらって、うんうん、あの、育てていただきました、うん、なので役割を引き受けていって、まあ、年数が経っているので会長をやってるっていうところありますけど、あの、なってみたら分かることがいっぱい出てきたので、一つ会長を引き受けた後は、
次も次もということで、まあ、2つも3つも一緒だろうと、浅はかだったんですけど、それでやってます素晴らしい。あ、そうなんですね。まあ、2つも3つも一緒じゃないですけどね。まあ、なんですけないど。ですけどね、やったら分かりましたけど。なるほど。じゃあ、ちょっとですね、今、その核心のところまで、今ね、お父さんが亡くなったってお話も実際ありますけど、そもそも、沖縄での方でいらっしゃるんですよね。はい、そうです。沖縄で生まれて、で、沖縄で育ちなられそうでて。す。首里生まれで、本当に首里、じょ、あ、城東省城北中首里高っていう首里の人なら分かる、首里から出たことない、ずっと首里育ちなるほど。で、それでですよ。まあ、中高と行かれたと思うんですけど、まあ、そのまんま、高校、大学は沖縄に行かれたんですか？高卒で、東京の専門学校に2年行って、その後ワーホリでオーストラリアに1年行って、で、帰ってきました。そうなんです。僕もワーホリオーストラリア行きましたよ。もう怖い、本当ですか？すごいね、うち。行った行った。ニュージーランドずっ2と回後だった。行って、オーストラリア2本回当行って、僕も行きました。ですか？私、シドニーに6ヶ月いて、その後ね、あの時、ワーホリの日本人多かったので、車に乗ってですね、オーストラリア一周っていうのを半年かけてやりました。すごい すごいね。今度な。アルバム持っていきます。いや、ぜひぜひ。僕はあれです。ケアンズ、ブリスベン、シドニーとか、あっちの方側のところをなんか行きましたね。ね、ブリスベン楽しかった。ケアンズもいいとこだよね。もうずっと前だけど、私が行ったの。僕もです。もうここまでいろんな共通点があると逆に怖いわ。いや、なんか。怖い。いやいや、なるほど。じゃあ、それで、ね、ワーホリも行かれて、で、まあ、お帰りになってきて、お仕事も多分してらっしゃったんじゃないかなと思いますけど、まあ、ご結婚とか、もう多分されましたよね、もちろん。一回は。どんな流れ、に、一回は、どう、どんな流れで今のそうそでの会社の社長さんになるようすね。な流れになっていったとか、その前とかのおわか話りを。やすく言うと、ワーホリから沖縄帰ってきて、で、沖縄で、米軍基地の、アメリカの兵隊さんたち、すごい人数がいるので、それに伴って引っ越しの業者っていうのがたくさんあってですね、民間ですよ。米軍基地じゃない、民間の会社があって、そこで働いて、そこで7年働いて、で、その時に知り合った人と結婚しようと思って退職し、でもその後、それを取りやめて、取りやめて。で、取りやめて、で、働いている時に出会った人と結婚しました。今は亡くなりましたけど、グランドキャッスルっていうところに中華料理のレストランがあって、そこでパート、アルバイト的なことをしてるときに知り合った人と結婚して、それで独立をして、ちっちゃな中華料理店を経営し、そこも理由があって辞めて、で、父親の会社に今いるとあ、ちょ、ちょ、いちょ、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 
今そこが早い。そうなん。そこまでで行くと。ちょっと引き伸ばします。10、でもね、その、このすごい流れだけど、年数にしたら、たかだか10年ぐらいですから、10年ぐらいの間ですかね。うん。いや、でも、あれですよ。先に何年結婚しようと思ってた方と、まあ、別れて、一番初めのお話だったと思うんですけど、はいはい、どのぐらいお付き合いされて、もう結婚される寸前まで行かれたんですね、確か。そうなんです。うん。ちょうど20代後半ぐらいだから適齢期だったし、うんうん、結局トータル7年ぐらい付き合っていて、はいはい、同じ職場で、引っ越し会社に行った人だったので、うんうん、親にも紹介し、なんか結婚式場まで決めていたんですけど、うんうんうん、はい、それを、破談にしました。はい。この、破談にする、なかなかでも、まあ多分なんかいろいろあったので、と思って破談にされたと思うんですけど、そのどんな理由があって破談にされたんですか？結婚決めた時に、父親の会社に二人で就職しようという
はい予はい。定だったんうんうんうん。です。で、うちは女ばっかり、男が一人しかいない、女兄弟の多い、あれだったので、跡取りが父親からいなかったので、まあ私の婿さんになって、婿養子で会社を経営したらいいんじゃないのっていう話になり、まあトントンと、じゃあ結婚をして父の跡取りってなって、なったんですけど、それ決まって、その約7ヶ月後ぐらいに式が決まってたのかな。そしたら、サラリーマン同士で知り合ったけど、父親の会社を継ぐって決まったところから、だん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 、まあ彼にも彼の言い分があるかもしれませんが、私から見ると、跡取りになるっていうことにあぐらをかき出して、すごい横柄な態度が見え出してきてですね。なるほど。で、私いくつかの時、27ぐらいか。そうだったので、なんかそういう一回悪い面が見えちゃうと、なかなかダメです。まあ、付き合いが長かったっていうのももちろんあると思うし、あの時に、そういう、もともとあって、私が見えてなかった部分が、ただ単に見えただけかもしれませんが、なんかそういうのが嫌になってですね、一回こう、シャッター降りると私開かない人なので、すいません。それでもう先方の親にいろいろ言われたりとか、自分の親に謝罪をして、土下座をして父に謝りましたけどね。そんなことがあって。でもそれこそ、ちょっと、ね、昨日今日付き合いましたとか、1年ぐらいの人だったとして、わーみたいに付き合って、で、やっぱりこう別れるとか、まあね、あるじゃないですか、若気の至りみたいな。でも、7年間見て、で、じゃあこうしましょうって、ご両親も挨拶した上で、それをこう、破談にできる、芯の強さがすごいあるなと思ってですね。普通流されていきません？芯が強いって言ってくださると聞こえがいいけど、まあどうでしょうね。言い出したら聞かないっていうか、もう決めたらダメですね。一回ダメはまあ私絶対ダメなので。でも、あれですよね。まあ何かあったからポイっていうんじゃなくて、多分いろんなことがあった中で、許せないところの基準があって、これを超えちゃうとダメですよっていうことを。なんですかそうね。ですね。それはあります。もうずっと見ていて、あれしますけど、まあ、ダメになったらもう終わりっていう感じですね。いや、そんなね、この皆さん、本当ね、柔らかい方なんですよ。もう、伊達さん、すいません、お待たせいたしまして、みたいなね、そういう方で、みちょさん、ごめんなさい、この前いただいたお土産、そう、お土産もね、いただいたスープ、美味しかったです、めっちゃ。です。あれ、美味しいでしょ。美味しかった。すいません。感想言ってなくて。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。とんでもないです。この、いろんなこう、お気遣いができる柔らかい下田さんがもう、ダメと思ったらもうダメみたいなね。だそこで、じゃあ次になるんですけど、じゃあ今度は、さっき言ってらっしゃった、いや、結婚したんですよと。結婚されて、で、そして、独立したんですよねって、中華料理でとかですな、とか言われましたけど、まあ、ちょっとそこの話をね、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、一旦ちょっとその前に CM をね、行かさせていただいて、わかりました。中盤から行こうと思います。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと CM を皆さんお聞きください。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命どこまでも。
アクティングコーポレートソングスポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、さあ中盤に入ろうと思います。本日のゲストはですね、株式会社共栄環境の下田道夫さんでございます。さあ、道夫さん、先ほどの続きでですね、お話をお聞きしたいんですけども、さあ独立を、まあ、ご結婚されてね、で、はい、独立をしました。でちょっと注意して、店を持ったんですけどみたいな話を、それを、畳んでみたいな、そのなんかパンパンパンと行かれましたけど、ご結婚されました。で、中華料理のお店を独立されたんですかね。はい、そうです。起業されたんですかね。はい、それはもう沖縄に。沖縄で今ゆりみやっていう住所ですけど、県立図書館今もありますけど、その横の本当に10坪ぐらいのちっちゃな中華料理屋さんでしたけれども、うんうん、はい、私結婚とあと妊娠出産独立が全部いっぺんに来たのでですね、まあそれは大変でしたけど、ただ夫はもうずっとこの料理人でやってきたので、うんうん、本当にようやく夢の実現というか、うん、とても希望を持ってオープンしましたし、まあ、一生懸命お手伝いはしました。はい。なるほど。で、その、はい、独立、まあ、ご結婚されたのがおいくつぐらいでしたっけ ?30 歳ぐらいでしたっけ?30 ですね。はい。で、ご結婚されて、で、ご出産と独、はい、ご出産は最初のこの出産が31になって、31。1年後ですね。はい。で、娘が2人年後なので、はい、31、32で出産をしています。はい。で、ごめんなさい、店舗の出店独立はいつだったんですか。なので、平成、あ、違う、私が30歳だから、本当に30歳ですね、30歳で、で結婚と同時にもお店を出して。あ、はい、結婚と同時にか、いや、本当じゃ、めっちゃ大変だったんじゃないですか、それ。そうですね。逆に言うと、もう独立する目処が立って、ようやくじゃあもう席入れようっていう感じになってですね。はい、お店が先にあって、はい。とするっていうことは、さっきのお話もそうですけど、ご結婚されて、まあ、ご主人さんは夢だったので、実際こうやられて、はい、って言ったら、もうその、はい、しっかりこう内助の功として支えようっていうふうに思って、はい、ずっとやってらっしゃったって感じですか。そうですね、もうとても大変でしたけど、夫は東京出身の人でですね、はい、まあ、職人なので、料理人なので職人気質で、うんうんうん、まあ、今思ったら良かったんですけど、すごく厳しくしつけられました。まさにしつけですよね。何も知らない世間知らずの私にいろんなことを教えてくれたなと思います。はい、あと商売の厳しさもその時思いましたし、今社長になって振り返ると、まあ資金繰りも大変だっただろうな、辛かっただろうなって今になったら少し思い直しましたね。社長になってから、あの時はもう自分も必死だし、子育てが全面だし、はい、と思います。うん、じゃあその資金繰り云々とかっていうのは、その道夫さんに相談されたっていうよりも、ご自身で旦那さんやってらっしゃった感じなんですか。そうですね、その金銭的なことは一切私に言わなかったですね。はい、ただもう家庭が一つでお金がないので、うんうん、もうとても大変でしたね。はい、まあ分かりますもんね、うまくいってるのといってないのって。収入の差が変わりますもんね。はい。はい、それで、その後、まあ、実際でも閉められたっていうことになったんですけど、っていうことは何かがあって閉められたと思うんですけど。はい、そうでした。結局6年で閉めたんですけど、まあ、5年目ぐらいからすごく無理がたたって体調崩すようになって、うんうん、お店もしょっちゅう休むようになって、悪循環になったんですね。はい、で、その時、いくつだ、37ぐらいか、うんうん、で、これ将来これは続けられないなと思ったので、早く違う道に行った方がいいと思っていて、だけどさっき言ったように大きな夢を描いて立ち上げたので、うん、なかなか閉める決意がつかないっていう時に、私妻としてお店を閉める、うん、インドは私が渡そうということを思いましてですね、はい、それでもう私は娘2人連れて実家に1回戻るから、続けるんだったら自分で続けてちょうだいっ
ていうことで、あの言い渡したんです。それ自分一人でできないの分かっていて、うん、続けられないのが分かっていて、そういうふうに言って、それで締めてもらいました。あ、それも、はい、締めなさいって言わなかったのはなんでなんですか、逆に。それはやっぱりすごい男としてのプライドもあっただろうと思いますしね、うんうん、で自分で踏ん切りがつかないけど、もう女房に反対されたからできなかったみたいな、少しのね言い訳の余地もあるかと思ったので、はい、それで締めてもらいました。いやでもその逃げ道を作ってあげるっていうのはやっぱ大事ですもんね、うん、実際。そうですね、今思うと深く考えていなかったけど、なんとなく夫婦としてそういう優しさはあったのかなと今だったら思いますけどね。うん、はい、だって正直僕が例えば、ね、奥さんにあなたもうダメなんでやめなさいよって言っても、お前に何がわかるんだってやっぱ思いますもん、正直、うん、でもそういうふうに院長さんに言われると、確かに俺体調悪いし店もオープンできないしなみたいなっていうふうに、やっぱりいろいろ考える、やっぱインドにやっぱなりますもんね、正直ね。さあじゃあ、はい、お子さん2人を連れて私は実家に戻ると、はい、っていうようなところから、はい、それで会社に入られたってことですかね。はい、そうですね、はい。私は実家に戻り、父の会社のパート、事務仕事みたいなことをお手伝いさせてねって、はいはい、それと並行して、うんうん、あの夫の次の仕事とか、はいはい、あとお店の片付けとかを並行してやっていくから、ちっちゃい子がいたので、母の力も借りて並行してやっていこうと思っていたんですね。はいはい。じゃあ、あのさっきの話で、夫はもう店に執着してたけど、一回亡くなったら気が晴れて、僕の人生、第二の人生を探しに行っていいみたいな感じで、あのちょっと中国に行くってなってですね。それでもう、どうぞどうぞっていう感じだったんです。で、私は。どうぞどうぞなんだ。はい、あ、ただそのあ、ごめんなさい、話が逆になっちゃった。私、父の会社でやるって言って、うん、で、夫はすごくもう体力も弱っていたので、はい、ね、寝込んで、まずは静養しなきゃねっていう話をして、で、私はしばらく父親のところでパート仕事をして食べさせてもらうねって言っていたら、はい、それ、実家に帰って1ヶ月ぐらいで父が本当に急に亡くなったんです。はあ、心筋梗塞で。心筋梗塞、もうまさに、はい。そうなんです。はい。で、私が帰った段階で、ただの、手伝いだったけど、もう後々お前が会社を継いでやってったらいいよって、女でも社長にはなれるし、俺もともと女が社長になった方がいいって言ってたからって父の言葉があって、うん、まあいずれ父親から教えてもらいながらそれでもいいかなって思ってるぐらいだったんですけど、はい、急に亡くなってるしね。でもその流れでもう代表者になることに決まり、はい。それでもうトントンとバタバタとなりましたね。なるほど、はい、あれですよね、うん、ね、そのご兄弟は男2人女4人だったんですよね。あ、男1人女5人なんです。あ、男1人女5人ですか、それ失礼しました。はい、なるほど、はい、本来だったら男性が継ぎそうなんですけど。はい、そうなんですよ。うちの父親は男が2番目なんですね。長女長男、その後女が4人っていう流れで、で、男の子欲しかったんだと思うんですけど、ずっと女の子だけだったので、で、成長していくにつれて、早い段階から、父はやっぱり事業人として目が肥えていた。うちの長男が、うん、自分の会社継げるかどうかっていうのも、あったと思いますけれども、うんうん、長男には、長男の別の会社を早々とこしらえて、長男を社長に座らせて、で、自分の会社は、女が誰か継ぎなさいっていうのを早くから言ってたんですね。私が高校生ぐらいの時から。うん、はい。まあ、本人はわかんないですけど、その理由が、男はね、結婚したら嫁さんの言いなりになるから、ダメだと言っていて、でも女がこんだけいると、会社はね、女のために残す。うん、で、なぜかというと、女は結婚した相手で人生が大体決まるけれども、うんうん、でも大体の問題は金があると解決できるから、なるほど、会社っていうのは倒産させなければ、うまくやればお金を永久に生み出すので、その俺の会社でお金をずっと生み出して、女が誰か社長になって、残りの女を助けなさいっていう。なるほど。残りの女ってのは、はい、兄弟よっていうことですか？
そうですね。ああ、なはい。るほど。そのために会社を、ね、残すからって言って、まあ、今だとね、会社は本当は公のものなんですけど、父親も自分の娘のためだけにっていう思いがあったんだと思います。まあ、ちっちゃな会社ですからね。その思いがあったので、まあ、結果として父が生前ずっと言ってたことを、いみじくもこんな形で私が後継ぎになって実現するという形になりましたね。はい。もうトントン拍子っていうのはいい時に使うんですけど、すんごいじゃないですか。だから一つ、そうです今ね。回今いろいろな方にこうターニングポイントってお聞きしてるんですけど、やっぱそのターニングポイントっていうのはあれですか？今までの話であれば、例えば結婚を辞めた時なのか、結婚した時なのか、会社はい。はい。に、を継いだ時なのかってなったらいろいろあると思うんですけど、どれになりますか？そうです。まず一番最初に結婚を破談にしたっていう、自分の決断がなかったら後の話はつながらないので、なるほど。私の人生の中で、この、自分の意思で破談にしたっていうのが、後々とても、人生が変わりました。で、それで、まあ、夫と結婚したり、どうのこうのありましたけれども、2番目の大きな人生のターニングポイント、やはり自分が代表取締りになった。また、タイミングで実家に戻っていなかったら、まだ夫とお店をやっているときに父が亡くなったりしたら、もう絶対に自分が跡取りになる可能性はゼロだったので、戻って父親が亡くなったっていう、この運命なんですけど、それも本当に不思議だなと思っていますし、今思うと父が私を社長にしたことが、跡取りができたっていうのも良かったかなって本当に思いますね。まあ、本当になんかその、まあ僕もいろいろこう、帝王学とかいろんなことを勉強してますけど、やっぱりこう、なんか流れるというか、流されてなるべくような感じでやっぱなってるんですよね。なんかいろんな人って、人のそそのう感でじすポイント。ね。若い時はそんな風に思わなかったけれども、振り返ると、すべてなんか不思議な力が働いていたり、なんかしら意図があって、そういう人生を歩んでこらされたっていうと変だけど、そんな力はすごく感じますね。ご先祖さんのおかげなのか、父の徳積みなのか、わかりませんけれども、おかげさまで幸せにしてもらったなと思っています。いはや、い。まあ、素晴らしい。いや、それで、あれですよね、まあ、会場を実際されることにはなるんですけども、旦那さんはい。は中国に行かれたんですよね。そうですね。結局、17年中国にいて、まあ、その間、中国を転々をしましたけど、子供がちっちゃかったので、子供を連れて、やれ香港だ、やれ上海だ、深センだっていうのをやって、まあ、時ですから、大変な時でしたけど、今回はじゃあ深センで集合ねとか、今回は香港で集合ねとか、そんな感じにしていて、はい、会ってましたね。はい。じゃあ、あれ、もうリアルあれじゃないですか。もう、亭主元気で留守がいいみたいな感じになってますね、これ。もうその通りでございます。私も社長として大変だったので、時夫がね、お家にいたら、もう絶対、ダメだったし、すぐ家庭崩壊してたと思いますけど、まあ、適度に距離があるから、あれは本当、けだし名言だと思いますね。本当に。本当まあ、に。でも実際それも、ね、亭主元気で留守がいいっていうのはよく、ね、昔の、一昔前の昭和の話だったら、旦那さんの給料で、旦那さんがその出張、仕事を、例えば、単身赴任して、っていうので、まあ、女性は家の中をこう支えるみたいな感じの時によく使われてましたけど、下尾さんの場合は、だってあれですね、お互いこう自立してらっしゃって、独立してらっしゃるっていう感じなんはい。で、だから本当にこういい関係だったんでしょうね、そこに関してっていうのは。そうですね。はい。お互い好きなことをやっていて、ただ、お互いのわがままなので、やっぱり子供の存在っていうのはすごく気になっていてですね。理解してもらうために、子供に、ちゃんとしたことをちゃんと伝えようっていう努力はしました。なるほど。ちゃんとしたことをちゃんと伝えよう。まあ、学校行き出すと、友達からいろんなことを聞いてくるので、うちのお父さんとお母さんは離婚したのとか聞いなてるくほるんでど。すね。なるほど。離れて暮らしているので。で、そこは、まあ実際そうだったんですけど、離婚もしてないし、お父さんもやりたいことがあって、ものすごく一生懸命頑張っていて、お母さんも社長だから、お父さんと一緒に中国は行けないから、お互いを尊敬して、こうやって働いていて、お父さん本当すごいんだよ、中国で頑張ってんだよっていうことを言って、はい、子供に、なんていうか、卑屈にならないような努力はしましたね。
まあ、お互い勝手にやってることなので、はい、そこはとても気を使いました。気を使ったっていうか当たり前なのかな。いやいや、まあでも今お話をお聞きしてるとですよ、でもっていうか否定じゃなくて、とは言ったってですよ、今度は逆に言うと会社を一人で、お一人で、ね、それは皆さんいらっしゃると思いますけど、手伝ってくれる方は、を切り盛りされるわけじゃないですか、下田さん自身も。だから多分相当なね、ご苦労も実際あったと思いますし、ね、その一杯三杯のその仕事っていうのも世の流れが実際やっぱりあったりしますから、ね、いろいろ子供も育てなきゃいけない、会社も立て直さなきゃいけない、立て直さなきゃいけないというか、そのお父さんから継がれてね、でまた会社組織も作んなきゃいけないっていうこともあったと思うので、まあその辺もちょっと、後半にお聞きしたいなと思うんですけども、ちょっとここにですね、はい、下田さんに、ご紹介いただきたいんですけど、下田さんの一歩ソングというか、はい、お好きな歌、はい、歌手名と音楽をね、教えていただければと思います。はい。私、音楽全般大好きなんですが、1曲と言われると必ずサザンオールスターズをチョイスし、サザンオールスターズのデビュー曲っていうことが、とても私の中で大事な曲なので、サザンのデビュー曲、勝手にシンドバッドを、はい、リクエストします。流れてますよ、今。ラララララララ。ね、頭を必ずね、すごいですよね、あの曲ってね。だってもう45年前ですよ。ねえ。はい。さあ、じゃあ音楽聴いていただいて、じゃあ残り後半いきましょう、はい。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いに、もらって、送って、嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できる、マイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時だ。さあ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト、by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さんありがとうございます。改めまして、さあ後半戦に参ろうと思いますね。サザンオールスターズの勝手にシンドバッドを聞いていただきましたけど、45年前。そうなんです。はい。すごいですね。アメリカから日本に出て、日本が復帰してから5年ですよね、まだね。そうか。僕、復帰っ子ですから。本当に？そう。50歳なんで、だから、ちょうど復帰っ子です。そうなんですね。すごい。いやいや、5歳の時のね。まあまあまあ、それはいいです。それはいいです。そんな話じゃないんですよ。さあ、そんな話じゃなくて、はい、まあまあ、サザンを、聞いていただいて、さあ、お仕事、会社をね、実際継がれることに実際なって、今もう20年でいらっしゃるんですかね。早いですね。はい、本当に。まあ、もう20年の間に、まあ、本当ありとあらゆる、大体経営者がたどるであろう失敗もしましたし、はい、いろんなこともありました。はい、本当つらいこともあったし、お金の苦労してもうお給料が払えないとかいうことも、もう前半もしょっちゅうあってですね、うん、はい、とても大変でしたけど、でも振り返るとあれがあったから今の私があるっていう、うん、まあありきたりですけど本当にそう思います、うんうん。まあ、でも経営者のいろんなこう悩みをいろんな経験された、お金、はい、男はあれですね。男は。そうですね。それはうまくやっときました。やっときましたって、なんで、旦那がいたからね、そんな、女の人が一人で大変でしょとか、うん、やっぱり、いろいろ言われるんですね。
社長やって外に出ててとかありますけど、まあ、娘がいたから、夜で歩くみたいなことは当然ないし、旦那がいるんです。旦那は中国ですごいビジネス、すごい持って、うちの旦那すごいんですよ、中国でね、若手実業家なんですみたいなこと言っとけば、まあまあそんなね、変なこともなくですね、それはうまく、かわすこともできて、それもありがたかったですけど。うん、まあ変な虫がつかなくてってことですね、はい、それこそ。そうですね、はい。まあ、まあ、私もあんまりいなかったんだと思いますけど。いや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 。まあでも実際資金繰りがあったりとか、で、もちろん例えばね、さっき言われたように給料が払えないうんぬんっていうふうなことも実際そうでしょうし、うん、あと事業の転換だとかっていうことも考えられたりされたんじゃないですか？すごくありましたね、はい。私廃棄物ですけど、今でこそね、そんな社用産業でもないし、だいぶイメージは良くなりましたけど、やっぱり20年前はですね、いわゆるゴミ屋なんですよ。しかも産廃屋っていう。で、回収の作業員の人たちは、社会の底辺、仕事がないからしょうがなくこの仕事やってるっていうようなイメージがありましたし、実際そういう感じもあったので、まずは女性として、イメージを改善したいっていうのが一番思いました。なので、この業界を、働く人たちが恥ずかしくない業界にしたいっていうのは、最初から持っていました。その20年間でしたね。はい。その、どういうところに、ところで恥ずかしくないお仕事っていうふうなことに、はい。はい。皆さんに植え付けるために、植え付けるって言った言葉あれですけど、はい、分かってもらうために、何かその会社の中で、なんかされたことであったりとか、なんかあるんですか？よくある、ディズニーランド方式で制服をきちんと支給するとかね、あとちゃんと名札をつけるとか、挨拶をさせるとかっていうのは、ものすごく最初は抵抗がありましたけど、それをやってきて、あと他の人にも、お客さんがうちをすごい下に見るみたいなところあったんですけど、うちは意にそぐわない対応されるお客さんとは付き合いませんっていうことも徹底しました。あと、社員たちにも、一番大事にしてるのは社員だからねっていう話をしていてですね、お客さんありきじゃないからっていう、そういう意識改革みたいのは一番最初にやりましたし、それはお金がなくてもできることだから、あなたたちは、ゴミ屋じゃなくて、社会をきれいにしてるんだと思って、ゴミの回収やらないかっていうようなことをやりましたね。はい。それをでも聞かれて、社員さんはどんな反応だったんですか？最初はなんか、いや、でもさ、みたいな感じだったんじゃないんですか？もちろん、もちろん。はい。継いだときはですね、それ持ってきたら、なんかもう、社長の娘っていうだけで来てて、もちろんお子さんの社員は全部辞めましたし、新しく若い人たち入ってきて、そこの人たちにはやっぱり少し理解してもらって広がっていきましたけれども、はい、なかなか大変でしたね。事業を継承した時っていうのは絶対やっぱり、どんないい会社でも絶対ハレーション起きるじゃないですか。はい、ありますね。本当ご苦労大変だったのだろうなとかって本当に、まあ、ちょっとそこはね、また道夫さん飲みながらお話をそうですね思いますけど。一回もまだ飲みが実現してないですね。飲みを早急に。はい、しかも予定してあったのは1回だけですからね。本当ですね。全部偶然はいっぱいありますけど。そうそう、偶然。本当です。さあ、まあ、いろんなご経験をされていらっしゃる、ね、道夫さんなんですけど、何かご自身の中で、だから大切にしている言葉とかあったりされますか？はい、そうです。さっきターニングポイント2つ挙げさせてもらいましたけど、あの時私はもう全部自分で決めて、人にどう思われたらどうしようとか、相手がどう思うとかっていうことはなくてですね、自分のことは全部自分で決めるっていう、そこは揺るぎないものがあったんです。結果は恐れずにやりました。もしあの時こうやってあんななったらどうしよう、こうしようって考えられたら、絶対一歩で前に進めなかったのでですね、そこは今この結果で良かったし、例えば違う結果になっていたとしても現在が、私あの時の決断は自分でやったっていうのは、どんな形であれ今幸せでいられているんだと思うんです。社長じゃなくてもですね。なので、これからもですね、私はもう心情として自分でやりたいと思ったことは、揺るぎない自信を持って全部自分で決めるっていうふうに、人のアドバイスに影響されないような人生を歩んでいきたいなと思っています。はい。な
なるほど、素晴らしい。いや、でもあれですよね、自分のその考え方に固執するわけじゃなくて、いろんな方のなんかご意見を聞いた上で、じゃあこういうふうにしていこうっていうふうなことの決めた信念をっていうことになるんですかね。もちろんそうですね、面白いんですけど、ただ画を通してやってた時期もあって、会社でもね、でも自分で決めたからこうするっていうと、やっぱり必ずうまくいかないんです、ただその自分で決める段階になっていて決めきれるっていうのもありますしね。で、人の意見も聞き熟慮もしますし、でも最終的な決断は自分で決めるっていうところはとても大事なので、若い人たちはなかなかそれができないかもしれませんけれども、私の年代になると人の意見も取り入れる大事さもありますから、もし聞いてる人で若い人たちいたら、なかなか、ちょっと難しいかもしれませんけど、ただ自分で必ずやり遂げるっていう気持ちで一歩出して、やるっていうのはやってほしいなと思いますね。そうですよね。いや、本当にこの、何ですかね。まあ、子供の頃、まあ、僕もその英語勉強するときに、まあ、Do you have dreams? って聞きますけど、世界の人たちはみんな、Yes, yes, of course! って言うんですけど、日本人はみんな、いや、夢がない、最近ないってやっぱり言って、で、それも多分そういうふうな、やっぱ社会になってると思いますし、なんかもっとどんどんできるんだよとか、っていうようなことを外にこう目を向けていったりすると、あんなこともこんなことも実際できるっていうふうに思って、さあ、その中でじゃあやっていこうかって、いろんな情報収集とかってすると思うんですけどね。なんかそんなことが実際、なんかもっとみんなが、自分で判断できるような、親のうぬん、学校の先生だけじゃないような、なんかそんなことを身につけるためのスマホとか YouTube とか使ってもらいたいなって思ったりは実際するんですけどね。なるほど。はい。素晴らしい。さあ、そして今後、なんですけど、ね、今後の、まあ、なんかビジョンというか、ビジョンというかその夢というか、今後されたいこととか、こういうふうにしていきたいなとかっていうのってあったりされますか？はい、そうですね。会社としては、今またちょっと新しい取り組みをしようと、今ね、練っているものがあってですね、それは今までのゴミではなくて、環境にさらに優しい事業をちょっと立ち上げて、それを会社、これが会社の表の顔になるといいなって思ってるものがあります。またおいおいそれが成功したら皆様にお話しできる時が来るのかなと思いますから、今それに向かって全力投球しようかなと、会社の社長としてはです。あとはやっぱり最初に言ったいろんな会長職をやって、いろんな人と出会って、いろんなことを教えてもらいました。なので若い人たちにこういう場を持って自分をこう外に出たりですね、いろんな人と会う機会を持ってほしいためのお世話役みたいなことをちょっとやっていきたいなって思います。同じ経営者、立ち上がったばかりの経営者の人たちが何か示唆ができるような場を作るお世話役みたいなことがね、もう年も年だから、それが今の役割かなと思ってます。いや、もう自分がフロントはもう終わったので、次はね、黒子になってお世話役してあげたいなって、私もそういう人たちのおかげですごく成長させてもらったので、今度はそういう立場に回りたいなという、他のプライベートなところは思います。はい。いや、僕も、それこそ今じゃないですけど、もうずっと40からこの50年、10年間、僕が研修やって、僕が伝えてっていうことをやっぱやってきたんですけど、声が出なくなってぎっくり腰になったんですよ、この前。ってなって、もう僕一人じゃやっぱできないので、どうやってってみんなにこう伝わるような、こう組織を作ったりとか、で、僕が走るんじゃなくて、みんなに走ってもらえるような、なんかそんなこともお手伝いしたいっていうふうに僕も実際思ってますし、さっき環境の話をおっしゃっていただきましたけど、トライアスロンやるんですよね。でもその空気が綺麗で、道がそのちゃんと舗装されてて、海も実際その綺麗でっていうようなところの、まあ僕もなんか今後環境のところにそれこそ動いていこうかなっていうようなところだったので、またそれは教えてください。お手伝いしたりとか、多分共感できること多分多々あると思うので。はい。いますね。いっぱいね。はい。芋づる式に出てきそうですね。ぜひぜひ。さあ、はい、最後なんですけど、最後といってもまだもうちょっと時間は、4分ぐらいあります。まあ、このラジオっていうのは、まあ、一歩前に、このリスナーの方が一歩前に踏み出す何かのきっかけになっていただければっていうことで、まあ、あなたの一歩ラジオっていうこともさせていただいてるんですけど、まあ、みちおさんが一歩踏み出せない人に、
何かちょっと一言とか、まあ、ささやかなアドバイスがあるとするんだったら、どんなことになりますでしょうか。そうですね。私はすごく自分をもっと自分を見つめて、自分を好きになってほしいなって思います。私もダメなところいっぱいあるけど、ダメなところも受け入れると、受け入れてできることってあるのでですね、なんていうか、難しく思わず、自分はこれでいいじゃないかと思えばですね、失敗してもいいから頑張ってみようって、一歩足が出せるんじゃないかなって、とっても思います。はい。じゃあ失敗を恐れず、まあ、動いてみて、動いた先にまた何か実際見えるんじゃないの？だから自分信じて動いてみたらっていうような感じになりますかね。そうですね。本当。いや、なんか、それこそ、僕がよく言ってるんですけど、一回で受かったのって原付の免許しかないんですよ。あと全部失敗してる。面白い。例えが面白い、本当ですか。だって本当なんですもん。だって結婚も1回ね、うん、2回目ですし。あら、そうだったの？そうです、そうです。まあ、受験ももちろん失敗してますし、まあ、いろんなことなんか、1回でね、うまくいくことって本当に実際ないので、やっぱり本当は1回で成功したいなと思ってやるんですけど、まあでも、どんだけ頑張ってもどうせ1回目は失敗するから、まあまあ次リカバリーすればいいやっていうふうに思って、やってて、結果やり続けるとね、最終的にはそれがプラスになっていって、それが実際強みになっていくんだなと思いますので、僕も本当に同感です。なんかやばいな、はい、もうシンクロしすぎてやばい。本当ですね。はい、そうですね、面白い、うん、いや面白い。本当自分をもっと大事にしてですね、はい、自分をダメなところも許し、いいじゃないのっていうことも少し肩の力を向きながら一歩出す、一歩出すのもそんな気負わずでいいので、やってみようかなーで、うんうん、いいんだと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今リスナーさんに対してのね、エールもいただきました。うん、最後にですね、まあ笑っていいとも方式を取らさせていただいてるので、はい、ご紹介していただく方をですね、はい、ご紹介いただければなんですけど。はい、ありがとうございます。今私がもう絶大なる信頼を置いている女性経営者ですけれども、まあ、講師ともにすごく仲がいい、株式会社カリタス、広告やってる方の代表取締役の根橋里香さんを紹介したいと思います。はい、まあ、ロータリークラブで会長幹事でペアをやってますけれども、とても素敵な方です。はい。はい、広告代理店なんですか？はい、そうですね。代理店っていうのかな、私この業界のことわかんないけど、自分で、依頼を受けて、ビデオを作ったり、ホームページ作ったり、そういうことをやってますね。はい。素晴らしい。いや、じゃあちょっとネバスさん、また私もね、ネバスさんのいろいろ話をお聞きさせていただいて。うん、面白いですよ、本当に。どうですか。報復 Z。面白い。またネバスさんに、あんたの人生、うん。うん、うん、あんたの人生もまあまあやねって多分思うと思います。はい。はい。ちょっとね、面白い人ばっかりだわ。ありがとうございます。ネバスさんの、ご出演は11月5日の、日曜日に実際となりそうですので、皆さんお楽しみにしてください。はい、さて、早いものでお時間となりました。今日もあっという間の1時間でしたね。島田さん、本当に今日はですね、貴重なお時間を、いただきまして、そしてご出演、忙しい中ご出演いただきまして、ありがとうございます。いろんなね、ハプニングがあることがね、人生ですから、本当にこうね、そんなハプニングも経て、皆さんね、楽しんでいただければと思います。ということで、それではね、皆さん、島田さん、本当に今日はご出演いただきありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週、皆さん同じ時間にお会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。